それでは熱帯気候変動研究プログラムの茂木です。皆さんお疲れだと思いますが、あと20分ほどご辛抱ください。私が今日お話ししたいのはですね、熱帯で気象観測を行うことの価値についてです。で、観測を行う価値っていうのは、気温ですとか気圧ですとか、そういった情報を、現実の情報をきちんと得るということにあると思うんですが、その価値をちゃんと考えたときに解けそうでなかなか解けない長年の疑問が我々にとってあったんですけども、それは何かと言いますと、ある場所で観測をします。で、その情報がどれぐらいの距離で影響を及ぼすかということ、これが我々にとって大きな疑問だったわけです。で、それが今年度やっと解けた、非常にいい、そういった矢先でお話を聞いていただけるということで、で、その答えなんですけども、答えは1万キロです。熱帯で気象観測をすると1万キロ。今日はですね、ぜひこの1万キロっていう距離だけ、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、この1万キロという距離の答えを出してくれたプロジェクトの名前というのはミスモと言います。で、このプロジェクトはインド洋でマッデンジュリアン震動 MJO と呼ばれる現象を解明するために行われたプロジェクトです。で、そのプロジェクトの価値を測りたいといったときには、きちんとステップ、踏むべきステップがあります。3つあります。で、1つ目は、なぜインド洋でそもそも観測しない、特別観測をしなきゃいけないか。で、それができたとして、それがあったとして、その上でその観測の価値をですね、どうやって測ったらいいか、これが2つ目です。そして、その物差しを持った上で、じゃあその観測の情報はどこまで届くんですかということに答えられる。で、この3つをですね、順を追って全て答えないと解けない問題です。これを順を追って解いていきたいと思います。で、まずですね、インド洋でなぜそもそも観測を、特別観測をしなきゃいけないかということなんですが、もともとある気象観測点があるんだったらそれでいいじゃないかと思うわけですが、そもそももともとある気象観測点っていうのはインド洋では全くない、等しい状況です。海だからというのもありますが、同じ海で比べてでもですね、太平洋いくつか島があります。それに比べてさらに少ないんです。だから、で、そういった観測点が全くない状況のところで何が起きているかというと、まず気象学的に一番注目をされているのはマッデンジュリアン震動 MJO と呼ばれる巨大な雲の集団です。これがなぜ起きるか、インド洋で発生、なぜするのかということがまず分かっていません。で、さらにですね、それが東に進んで太平洋に行きますと、太平洋では台風の発達に寄与しているということが分かっています。さらにですね、この MJO、なぜ発生するのかということを考えたときに、熱帯波動というものが、それの発生に関わっていると言われています。で、どういうものかと言いますと、例えば中緯度でいくと、低気圧と高気圧が入れ替わり立ち替わりやってきてですね、天気の変化が起こりますよね。それと同じようにですね、熱帯には熱帯特有の波動があります。で、西向きにはロスビー波と言います。東向きにはケルビン波というものが行き交っているわけです。で、こういったものが MJO の発生の何らかの形で関わっているんじゃないかと言われているわけですが、そこが結局よく分かっていない。それだけではない。大気だけではなくて、海洋でも大きな現象が起こっています。例えばインド洋ダイポールモードと呼ばれるような海洋の変動が起こっていて、それはエルニーニョと同じようにですね、全球の気候に大きな影響を与えているということが知られています。で、これだけですね、インド洋っていうのは大気と海洋両方がですね、非常に複雑に絡み合っている、そういう領域であると言えます。で、これだけただでさえですね、難しい領域なんです。それなのにもかかわらずね、これだけ観測が少ないというのはもうどうしようもない。で、どれだけですね、我々が完璧な数値モデルを持ったとしても、これでは示せることが本当に限られてしまうという状況なのがインド洋の実情です。そこでですね、もう中途半端ではダメだと、大々的な観測が必要です。それでやったのがミスモです。まず高層気象観測点、気象レーダー、そして海洋ブイ、そして最後に観測船ミライで、この大気とですね、海洋両方をですね、とにかく徹底的にやろうという観測がミスモプロジェクトです。で、これによって結果的に非常に良質なデータが本当にたくさん得られて、で、結果的に論文も今までで40本以上出版されておりますけれども、その
得られた観測のデータっていうのは、データの情報、それはもちろん我々にいろんな恩恵をもたらしてくれたわけですが、インド洋だけではないはずです。もっと広い領域にも恩恵をもたらしてくれるんじゃないかと期待できるはずです。そこでですね、情報について、情報の伝わり方っていうのをちょっと考えてみたいと思うんですけども、でも情報っていうのはいいものだとしても無限にどこまでも広がるわけじゃないんです。例えば私の声という情報っていうのは、せいぜいこの部屋の中で聞こえる程度です。隣の建物に行ったら全く聞こえない。それは途中から減衰して雑音に紛れて情報の優位性を失うから聞こえないんです。だからミスモ観測の情報についても、どれだけ優位性を持ってどれだけの範囲に届くのか、これを客観的に示したいと考えます。なんで客観的に知りたいか、客観的な評価を知ってこそです。我々は将来の観測の在り方、これを考えたときにもっと効果的なものにできると、そう思うからです。それではですね、その具体的な評価の対象としてミスモで追加された3地点の高層気象観測データ、3地点です。これについて評価してみたいと思います。で、高層気象観測というのはですね、最も重要な大気観測項目の一つだから選んだわけですが、でその価値をですね、どうやったら測れるのか、これは実は測れそうで測れない問題です。で、測るためには基準となるメモリが必要なわけですが、そのメモリは何にしたらいいか。で、一つ我々にとってこうなってほしいと思うメモリは、客観解析データというものの精度が上がったらいいなと思うわけです。で、なぜかというと、客観解析データというのは MJO を含めていろんな数々の現象の理解に一番強力なデータセットだからです。もうどこでも使われてる、世界中の研究者が使っている。だからその精度が上がったら、この客観、ミスモの貢献度というのはですね、世界中の研究者に多大な恩恵を与えるということにつながるわけです。じゃあですね、そのミスモの貢献度がどれだけ精度の向上に寄与するかということを知りたいわけですが、まずそもそもですね、客観解析データというのはどういうものかというのを皆さんどれくらいご存知ですか。そう、あんまり聞きな馴染みがないかもしれません。数値モデルというのはよく聞くかもしれませんが、客観解析データというのはですね、予報モデルの結果をまず使う。だけどそれだけではちょっと信頼性に問題があるので、大気観測データを取り込んで両方を合わせて、その時点で最も確からしいと思える答えを出したデータが客観解析データです。これが客観解析で、どうやって作るか、ちょっと手順を見てみたいと思います。各国の気象庁がどうやって作っているか、いろんな国で作っています。で、まずですね、数値予報の初期値というのがあります。初期値を用意して、そこから数値予報モデルである時間予報を行います。これが数値予報です。だけど予報にはですね、誤差があります。大きな誤差がある。どれぐらいあるかというと、観測とこんなにずれてしまうという誤差ですね。ところがですね、その観測の方ももちろん完璧なものではない、ゼロではない誤差があるわけです。そうすると、その両方を、独立した情報を組み合わせて、一番確からしいのはどこだろうかと言って解いたのがこの客観解析という値です。これを一つ得ることができる。だからみんなが一番信用して使っているわけです。で、非常に価値のあるデータだと思います。ただですね、ここで問題になるのは、自分が一番正しいと信じてある一つの答えを出してしまうということなんです。だからもっと良くなるためにはっていう近づく目標を失うことになります。一番正しいんだから。そうすると検証の術を失うというジレンマを抱えるわけです。これが非常に大きな問題で、これをどう解決したらいいか。で、このそこでですね、我々幸いにもですね、そのジレンマを解決できる絶好のパートナーをジャムスティックの中で見つけることができました。地球シミュレーターセンターの、あるチームがですね、全く新しい客観解析、全く新しい概念での客観解析を開発しました。名前をアレラと呼びます。このアレラはですね、どうやって作っているか。普通は予報を1個行って観測と比べます。
それで1個の客観解析を出しますが、これは予報をたくさん行うんです。初期値をいっぱい用意してたくさんの予報を行う。そうするとみんな違う答えを出してきます。でその結果出てくる客観解析もいくつか違うばらついた値が出てくるんです。だから大事なことはみんなで決めればいいんです。全会一致だったら確からしいんです。だけどバラバラということはそれはそれで認識しておかなければいけないというのが、それこそがですね、我々が今求めていた客観解析の誤差なわけです。これで検証のジレンマは一気に解決できる。で実際誤差というのはどれぐらいあるか、インド洋でどれぐらいあるか、これはミスモの観測を行わないとしてあれらの誤差どれぐらいあるかという分布を示した図です。でこれは白い色が誤差が小さいことを示します。青い色が濃くなると誤差が大きい、つまり陸上で観測点がいっぱいあれば白い色になる。でインド洋では全く観測点がないので青い色になります。でどれぐらいの大きさか、3メートル以上の、これは東西風風速の誤差を示していますが、3メートル以上の誤差がある。3メートルってどういう大きさか、矢印で示しているのは風の風速ですの答えですが、それは3メートル程度しかない。それに対して3メートルの誤差です。無風に近いのか5メートル以上あるのか全くもって自信が持てないというのがインド洋の実情です。だから絶対に観測が必要なんです。どんなに数値モデルが良くなったとしてもここで観測は絶対にやらないと何の答えも出ないと言っていいです。だからミスモ観測をやるとどうなるか、その誤差はこれぐらい減る。効果てきめんです。一目瞭然、誰が見てもこれほどの効果があるということが分かります。でこの誤差の分布こそを得てしまえばですね、この我々が欲しかった観測の貢献度の物差しを作ることができます。どうやって作るか、非常に簡単です。ミスモの観測を取り込まないであれらを作ります。その時の誤差を E1 としましょう。それが元々の誤差です。でミスモの観測を取り込んだ時のあれらをもう一回作って、その誤差を E2 とします。そうすると割合が出ます。どれぐらい良くなったか、その解析精度向上率こそが我々が欲しかった物差しなわけです。観測の貢献度を示す。それで測るべきは何かというと、観測の情報が一体どこまで伝わるかということです。それを調べればいい。その答えをですね、たった1枚の図で知ることができます。この図はですね、ミスモの観測データを取り込んだときにあれらの精度向上が何パーセント得られたか、それを赤い色で示しています。何パーセント得られたか、そして誰が見ても明らかなようにですね、驚くべきことに1ヶ月で1万キロの範囲で解析精度の向上が得られるということが一目瞭然です。これが得られるということだけでも非常に我々にとっては驚くべきことだったわけですが、もちろんこんな直接的にですね、特別観測の恩恵を絵で示したなんていうのは世界で初めてです。誰もやったことがない。それでしかもですね、これがなぜこんなに広がるのか、これもちろん科学的にもですね、非常に面白い疑問です。なぜか、それを考えるときにですね、この形にちょっと注目してください。ある形があります。赤道対称をしています。皆さん気づくと思いますが、この赤道対称の形、なんか特別なものがありそうです。これはですね、赤道のある理論的な解と一致しているんです。非常に見事に一致している。これは松のギルパターンと呼ばれます。これどういうものかと言いますと、赤道にある気圧の変化を与えると理論的な方程式で解けば、その影響はこういった形で広がりますよという60年70年の理論的、古典的な理論です。まあ、簡単に言えばですね、水面をパンと叩いた時にどういう波紋の形が広がりますかと言ってるわけです。でその時にですね、西向きにはロスビー波、東向きにはケルビン波がもし情報を伝えるとすれば、この形で影響は伝わりますよと説いてるわけですが、見事にその形です。ということは、この図はたった一枚の図ですが、距離だけじゃない、ケルビン波とロスビー波が観測情報を運んだよ、そのことまで教えてくれる。さらにですね、もっと面白いのはこの東に進むケルビン波です。
東に進んだ先には何があるかというと太平洋ですね。太平洋で何が起こっていたの？ミソノの期間にフィリピンで大災害を起こした台風21号が発生していたんです。この台風21号に対してケルビン波が向かってきます。でもしケルビン波と台風というものが力学的につながりを持っていたとすればですよ、持っていたとすればミソノの観測情報は台風にも何らかの貢献をもたらすはずです。台風の精度向上にも。じゃあそれをどうやって調べるか。でケルビン波が台風に向かってすれ違う瞬間を見てやるわけです。その時のミスモの影響どの程度のものか、それを絵で描くことができる。これは台風21号の位置の中心を座標の中心に取ります。それで赤色で示しているのがミスモの観測の追加による影響の強さです。もうすでに影響は現れていますが、今はケルビン波がこちらから近づいています。その時にこの台風にもしケルビン波というものが台風に情報を渡しているということが事実なんであれば、一番近づいた時に一番強い影響が出るはずですよね。で実際に18時間後の一番近づいた時、最接近した時、その時に影響が最も強く出る。しかもですね、その瞬間台風の中心気圧を見てください。500ヘクトパスカル以上も低くなっているんです。これはですね、どういうことか、低くなっている、台風が強くなっているんです。すれ違う瞬間に台風が強くなる。台風の発達のきっかけをケルビン波が与えている。だから影響が強く出るんです。そして通り過ぎると影響は弱くなる。なくなりはしません。なくなりはしないけれども影響は弱くなる。ということはですね、今我々が捉えたのはこの11月27日 06UTC という瞬間ですよ。その瞬間こそがインド洋初の観測情報がケルビン波を通じて台風に届けられた、その瞬間を見ていたことになります。これもまた非常に大きな発見です。なぜか冒頭で少し触れましたが、 MJO が台風の発達に寄与するということが知られていますと言いました。しかし赤道ケルビン波というものが台風の発達に影響を与えているその瞬間を捉えるなんていうのは、まあ、誰も視覚化のしようがなかったんです。図の描きようがなかった。だから大きな発見だった。こういったですね、明らかに我々は世界で初めてだと胸を張れるようなですね、成果を、まあ、もうプログラム全体としていくつも出すことができました。長年の疑問として特別観測を必死でやったときにその情報はどこまで伝わるか、答えは1万キロ先まで、赤道ケルビン波がミスモの貢献を運んでくれます。それを自信を持って答えることができます。そしてもう一つの発見があった。ケルビン波が台風発達にきっかけを与えている、そんなことまで分かったおかげで台風の精度向上にまで寄与しているということまで突き止められました。これが結果です。そして最後にもう一つ、我々今ですね、効果的な観測を追加しました。それでその観測の価値を測る物差しを作った。そのおかげで観測情報が、特別観測の情報が台風の精度向上にまで貢献するという事実だけじゃなくて具体的な過程まで理解できました。だからこの3つの非常に大きなステップ、これ全て上り切ったからこそですよ、今新たなプロジェクトの意義に確信を持っています。それが真理プロジェクトです。これ真理というプロジェクトはですね、今ミスモの価値を我らが証明したんです。だから今我々はインド洋で観測するということがですね、いかに重要かというのを世界中の人と客観的に共有できるわけです。だから価値観を共有できるということは国際連携が一層進みやすいし、実際に進みます。それによって真理で何が実現できるか、真理で観測点数、観測期間、すべてにおいてミスモのさらに倍以上の規模で実現しようとしています。なぜならばミスモでさえもですよ、解ききれなかった MJO の謎っていうのはまだまだ残ってる。そして熱帯で精度が悪いということは、我々が住んでいる注意度に対しても非常に大きな
悪影響をもたらしているわけです。悪影響のソースなんです。だからそれらのあらゆる課題に対してですね、最適な解をもたらすような心理プロジェクト、これ絶対に成功させない。そのためにはですね、もうジャムステック内外を問わずです。内外を問わず、まず広く意義を理解していただくというのが重要かと思います。そしてですね、ぜひこの1万キロ届くというその意義をですね、深くご理解いただければなと思っているところです。以上であります。ありがとうございます。